どうもこんにちは、宇宙力の人まさとです。本日の動画は、挑戦系の動画を撮っていきたいと思います。本日挑戦する企画はフロントレバーのマックスタイムに挑戦していきたいと思います。前回フルプランシェのマックスタイムの動画を撮ったんですけど、今回はそれのフロントレバーバージョンっていうのを撮っていきたいと思います。フロントレバーのマックスタイムを測ったのも1年以上前なんですけど、その時が確か24秒とかだったと思います。それ1年越しにやれば今なら何秒止まれるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思うので、皆さんぜひご覧ください。目標、僕の目標としては30秒はいけたらいいかなと思っております。いやフロントレバーはあんまり得意ではないので、僕はもうプランシェが一番得意で、フロントレバーはまあ苦手ではないんですけど、まあそんな得意ではないので、まあでもオールマイティにできたらやっぱりかっこいいんでね、まあ今日は背中の日ということで、もう背中トレだけやっていこうと思います。フロントレバーのマックスタイムを測った後に、まあその後背中トレっていうのをもうちょっとやっていこうかなと思ってるんで、まあそれも動画撮っていこうと思います。それでは今からマックスタイム測っていくんで、皆さん楽しみにご覧ください。はいはい、それでは今から測っていきたいと思うのですが、まあ、今回もマックスタイム測定ということで、まあちょっとフォームとか多少悪くなるかもしれないんですけど、もうそこは皆さんもう勘弁してください。もうギリギリまで耐えるんで、多分腰とかも折っちゃうと思うんですけど、まあ最後までギリギリまで粘りたいと思うんで、まあそこはちょっと皆さんご理解ください。それでは挑戦していきたいと思います。はい。まあ、手首はそんなに巻かずにいきます。はい。手首だけはフォルスグリップって言って巻くとちょっと楽になるんですけど、それはあんまり巻かずにいこうと思います。はい。それではいきます。うわ、いやーきつい、いやーぜー、あー、全然だった気がする。前回と変わらないんじゃないですか。20、いやでも腰もめっちゃ落ちてたしな。20何秒だろう。あー、ちょっと言い訳させてもらうと、連日のトレーニングでめちゃくちゃ疲れてるんですよ。だからもう完全に回復した状態じゃないので、まあそこはちょっと分かってもらいたいですね。はい、ということでちょっと今タイム確認したいと思います。はい、ということで今ちょっとタイム確認してみたんですけど、28秒ぐらい止まってましたよね。ね、28秒ぐらいだったと思うんですけど、僕が今見た感じ、しかもフォームが結構リフォームのままだったんですよ。でフロントレバーっていうのはちょっと足が上がったりちょっと落ちたりするだけで結構楽になっちゃうんですよ。で一番きついのがもう水平の位置、腕を伸ばしきって足と胴体が水平っていうのが一番フロントレバーってきつい位置なんですけど、結構その位置でキープできてたんじゃないかなと思うので、まあそれでこれだけ止まれば、まあ、十分じゃないのかなと思います。やっぱり、まあ、競技の特性上、僕はやっぱり自然となんかフォーム身についちゃってるんで、なんかその楽なフォームっていうのであんまりできないですね。やっぱ一番その正しいフォームでやっちゃうっていうちょっと癖になっちゃってますね。まあいいことなんですけど、まあでも僕の、まあ、周りの友達とかでもフロントレバー30秒以上止まる子とか結構いるんですよ。はい、まあ、その子とか身長180で体重80キロとかあってそのぐらい止まったりするんで、まあ僕は全然まだまだですね。背中はめちゃくちゃ弱いです。はい、
ということでね、ちょっと今から鍛え直したいと思うので、今からちょっと背中トレ追い込んでいこうと思います。でそれでは今からやっていこうと思うんで、まあこの後もぜひご覧ください。じゃあまずフロントレバーのプルアップ、フロントレバーの引く、それのトレーニングからやっていきます。多分このフロントレバープルアップっていうのが多分ストリートワークアウトの背中トレーとしては一番きついんじゃないかなと思いますね、まあ、僕が知る限りでは。はい、そしてこのフロントレバーっていうのはちょっと懸垂とはまた背中なんです。懸垂も背中なんですけど、このフロントレバーっていうのはちょっと背中でも違う部分なんで、懸垂やってこれが強くなるってことはないので、フロントレバーを強くしたかったらフロントレバートレーニングしかないんで、はい、まあ、まだフロントレバー講座も出したいですね、はい、では引き続きトレーニングしていこうと思います。ここからちょっとあんまり喋らないかもしれないですけど、ちょっと集中したいんで、はい、まあ映像だけになるかもしれないですけど、まあ良ければご覧ください。あ、そして最後にその全て追い込んだ後にフロントレバー最後またマックスちょっと挑戦してみようかなって思います。はい、ちょっと自分でも最後追い込んだ後ってどのぐらいフロントレバー止まるんだろうかってちょっと気になったんで、まあちょっとやってみようと思います。それではちょっと今からトレーニングやるんでご覧ください。Like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my lifeそれではやっていきたいと思います。
秒は止まったな。いやでも半分以上に落ちましたね。いやめちゃめちゃ疲れました。ということで、本日はフロントレバーのマックスタイムを測ってみました。またこれも定期的に、まあ期間を空けて測っていこうかなと思うので、まあ皆さんまた楽しみにしていてください。皆さんもマックスタイムぜひ挑戦してみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。